アメリカでは大谷翔平なんて誰も知らないよと言われたら、あなたは信じますか？ふざけたことを言うなと思う方が多いと思いますが、なんとこれが事実だという意見が出ているのです。 WBC やメジャーでの活躍も相まって、日本では連日メディアで取り上げられている大谷翔平選手の活躍。しかし現地での本音や米メディアが発表した知名度ランキングを見ると、目を疑うような現実が待ち受けていました。大谷選手のアメリカでの本当の人気は一体どのようなものなのでしょうか。そこで今回は海外の本音を交えながら大谷選手の知名度について徹底解説します。話題を呼んだ投稿。大谷選手のアメリカでの知名度が注目されたのは、アメリカに住む日本人がこのような投稿をしたからでした。日本の人はアメリカで野球って人気スポーツだと思ってるのかな。大谷の知名度って高いと思うでしょ。アメリカ人で大谷を知る人はわずかしかいないですよ。前に大谷なんか誰も知らないっていう何かのコメントがデマ扱いされていたんだけど、全然嘘じゃない。この投稿に対してネット上は意外なコメントであふれかえっています。スポーツ好きなら知ってるくらいの選手だからな。これは嘘じゃない。ロサンゼルスから来た友人は大谷翔平を誰も知らないって言ってた。イチローの方が知名度がある。所属チームが人気ないからね。野球ファンの間では有名な話。アメリカにはいろんな人がいるから国民的スターみたいなものはない。日本のメディアは実態を報道してない。日本人が勘違いしてるだけって話。ネット上の声を総合すると、大谷選手のアメリカでの知名度は高くないようですが、本当なのでしょうか。データ収集と分析を専門とする企業が発表した2023年第1四半期のアスリート知名度ランキングを見ると、嘘ではないことがわかります。なんと大谷選手の知名度はイチロー選手やダルビッシュ有選手、田中将大選手を下回る全体881位の 41%。 日本のメディアでは大谷フィーバーが連日報じられていますが、想像とはかけ離れているようです。しかし気になるのは、現役メジャーリーガーのトップが知名度 60% のアーロン・ジャッジで、現役最高選手と言われるマイク・トラウトすら知名度 50% ということ。デレク・ジーターやアレックス・ロドリゲスなどかつてのスター選手の知名度が 80% を超えているにもかかわらず、なぜ現役スター選手の知名度は低いのでしょうか。そこにはアメリカにおける野球人気が大きく関わっているようです。メジャーリーグはもう見ない。北米四大プロスポーツリーグというのをご存知でしょうか。フットボールの NFL、 バスケットボールの NBA、 アイスホッケーの NHL、 そしてベースボールの MLB が北米四大プロスポーツリーグと呼ばれています。かつては NFL と MLB が二大巨頭でしたが、今では NBA が MLB を完全に抜き去りました。その表れとして、NBA 史上最高の選手と言われるレブロン・ジェームズの知名度は驚異の 92%。 2023年2月に引退を表明しましたが、 NFL のトム・ブレーディの知名度も 90% を超えています。現役メジャーリーガーの知名度と比較すると差があることは歴然です。15年ほど前までは連日にぎわっていた MLB のスタジアムも、2022年は1997年以降で最も観客が少ないシーズンになりました。なぜファンはスタジアムに足を運ばなくなったのでしょうか。さまざまな理由があるようですが、現代人のライフスタイルに合わなくなっていることも一つの原因です。スマートフォンがあれば試合の経過やハイライトを簡単に知ることができる現代、短い動画や SNS の普及により人々の集中時間が短くなったことで、野球は長すぎて退屈だという声も相次いでいるようです。他にもアメリカ出身のスター選手の不在などさまざまな要因が重なり、全国ニュースに取り上げられないことが知名度が上がらない理由になっているといいます。これらの事実を受けてニューヨークタイムズは、カリフォルニア以外でエンゼルスの試合が放送されることはとても少ない。2018年の162試合のうちシカゴで放送されたのはわずか 3% だ。それに比べて NBA は 42%、NFL は 56% ほどがシカゴで放送された。野球は地元以外はほとんどテレビで放送されないため、他のスポーツのスターに比べて知名度が全国区になることは難しいと分析しました。レブロン・ジェームズやトム・ブレーディの知名度が高いこともうなずけますよね。またアメリカは広大な面積を持つため、
西海岸と東海岸で3時間の時差があります。西海岸で試合が終わる頃には東海岸は日付が変わっているため、子供たちが二刀流を見られないのが現状です。ボストン在住の歴史家グレン・スタウトも、大谷は西海岸でプレーしているから東海岸の人はテレビで見ていない、だから野球界の人は知っているけどそれ以外はそれほどでもない、彼はアメリカスポーツ界でスターであるべきだが今はまだ普通のスターだと話しています。しかし全国区の人気はなくなったとはいえ、週単位のローカルテレビやニュースでは根強い人気を誇る MLB。 ローカル人気を生かして2023年から大幅なルール変更が行われました。そして MLB の救世主として大谷選手が指名されたのです。大幅なルール変更。大谷選手のアメリカ国内の知名度は低いとはいえ、野球好きの間での知名度はほぼ 100%。 大谷選手目当てに敵地のスタジアムが満員御礼になることも当たり前になっています。その恩恵を授かりたい MLB は2023年から交流戦の試合数を倍以上に増やしました。2022年まで全162試合中76試合を占めていた同リーグ同地区球団との試合を2023年は52試合に削減、一方交流戦を20試合から46試合に増やしました。これまではファンが喜ぶカードを多く組むなど不公平感のあった交流戦ですが、変更によって各球団が他の29チームと対戦することに。スポーツ専門メディアジ・アスレチックは、 MLB はスター選手を前面に出すことで人気拡大を図ろうとしていると報じました。さらに変更の意図について、これらのステップは2つの単語で要約できる、翔平大谷と解説。大谷選手を MLB 人気拡大の救世主にするための日程変更だと分析したのでした。記事では2022年まで東海岸のファンはたまには夜更かしして翔平を見るかという状態だった。しかし2023年からは MLB アプリを開く必要はない、彼は来週あなたの街でプレーするんだ、それが日程変更した原動力だと大谷選手の影響力を力説しています。他にもトラウトやジャッジなどのスター選手を広告塔にし、スター選手を全国区にしようと目論んでいる MLB。 交流戦の試合数増加だけでなく、大谷選手個人での活動が MLB の人気復活を助けるかもしれません。 NBA のレジェンドを超える。エンゼルスの番記者は大谷選手の知名度についてこのように話しています。野球というスポーツの特性上、選手の露出時間が限られる、だから翔平がレブロン・ジェームズレベルに達するのは難しい、それに翔平自身が国民的スターになりたいと望んでいるのかと言われると疑問が残る。レブロンほどアメリカのトークショーやコマーシャルに出るイメージも湧かないですし、確かに大谷選手の目標は世界一の選手になること、人気者になるために海を渡ったのではありません。しかし大谷選手の周囲が黙っていないようです。なんと大谷選手がレブロン・ジェームズを抜く日も遠くはないと言われています。2023年の大谷選手の年俸は3000万ドル、 MLB 全体では15位に位置しますが、計13社からのスポンサー収入3500万ドルを合わせると MLB 歴代1位の総年収を記録しました。これだけでも驚きですが、 WBC 決勝戦の活躍を見てさらに人気は高まっているようです。チームメートのトラウトから三振を取ったシーンの他にも、決勝戦直前にチームメートにかけた言葉をニューヨークポストやフォックスニュースが報道。憧れてしまっては超えられない、僕らは今日超えるために来た、今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて勝つことだけ考えていきましょうという言葉は、日本人だけでなくアメリカ国民の心もわしづかみにしました。その反響は凄まじく、 WBC 決勝戦後には新たに30社が契約交渉に乗り出すほど、もはやアメリカ国民は翔平に恋をしているという報道が相次ぎました。2022年時点の北米プロスポーツの総年収トップはレブロン・ジェームズの1億1950万ドル。2023年オフに FA を迎え、北米プロスポーツ史上最高額の6億ドルの契約に達するだろうと言われている大谷選手であれば、レブロン・ジェームズを抜くのも時間の問題かもしれません。ロサンゼルスのマーケティング会社 MIW 代表取締役の岩瀬氏は、大谷選手のメジャー挑戦時を振り返りこのように話しています。
近年のアメリカでは野球はマイナーなスポーツと認識されています。正直メジャー挑戦時は大谷って誰という空気が流れていました。しかし WBC の影響で野球に興味のない人でも大谷選手とトラウト選手の名前は知っています。アメリカ人は成功した人に対するリスペクトがすごいんです。 WBC でのグラブや帽子を投げる仕草は日本人だけのものではないですね。現時点での知名度は高くない大谷選手ですが、 WBC での活躍やスポンサーの広告等を務めることで自然とアメリカでの知名度が上がっていきそうです。年収だけでなく知名度でもレブロン・ジェームズを追い抜くかもしれません。大谷選手が躍動する姿はプロの選手でも野球少年に戻ってしまうほど、 WBC 走行試合のバッティング練習を見た日本の選手たちが驚愕の打球にびっくりしている姿が印象的でしたよね。きっとユニコーンの姿を初めて見る子どもたちも同じような表情を見せるのではないでしょうか。二刀流で活躍したいという目標を達成したことで勝ちたいというコメントを残し始めた大谷選手。大谷選手の熱い気持ちが MLB の人気復活に大きく貢献してくれるはずです。今世界で一番輝いている日本人アスリートが大谷選手だと思う方は大谷と一言、それ以外の選手だと思う方はその名前を一言、コメント欄にご回答ください。明日も熱い情報をお伝えする予定ですので見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。